この動画で使用した学級日誌の画像は可能な限り許可を得るか、引用として Twitter などの ID を載せさせていただいております。あと学級日誌のネタがある方は Twitter の DM まで随時よろしくお願いいたします。エンハンスアーマメント闇の炎を目指す。はいどうも、最近ドトールコーヒーで悲劇が起きた男、カイトでーす。久しぶりにドトールコーヒーでコーヒーとケーキのセットを持ち帰りして家に帰ってきたら、ケーキ用のフォークなかったんですけど、ケーキを素手では食べんというか、すべて入れるかだけでも聞いてや。俺基本的に大量に割り箸を家に置いているタイプなんですが、フォークとかないから困るのよね。このジョルノ・ジョバーナには夢がある。みんなも夢を持って追いかけようぜ。ジョジョの奇妙な物語より。いや、夢をここで語んな。わかったけど書いてる場所ね。あとこの人の夢ギャングスターだけど、大丈夫？奇跡は諦めない奴の頭上にしか降りてこない。奇跡なめんじゃないよ。何でも最後まで諦めちゃダメよ。奇跡だって信じてみよう。いや暑苦しいな。ワンピースの名言来ましたね。松岡修造とずっと交換日記してる気分。我が生涯に一片の悔いなし。生涯に悔いを残さぬように高校での勉強を充実させ第一志望を叶えよう。もう名言書けばいいと思ってるだろ。日本一の観察日記。日本一のサイコパス日記の間違いだろ。学級日誌書いた。愛してくれてありがとう。私は嫌われてない。タコ、上杉さん、昨日、寝てない。え？なんつった？アニメの盛り合わせセット。もう完全に日記が自由帳じゃん。鬼滅の刃、ワンピース、五等分の花嫁あたりまでは分かった。もう何も怖くない。今、やばいことしとる自覚ある？頭大丈夫？いや、俺が聞きたいわ。暴走しすぎて情報量過多だよ。が明るすぎて眩しい。私溶けちゃう。みんなとても優しい子なのです。なので学級日誌にそのこと書こうとしたら、手が滑りまくりました。どうしてこうなった？あれだ、あれだ、すいませんでした。素直でよろしい。学級日誌にも野生のおいさが、おいさ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 。いや、おいさって何？こちらを調べるべく、我々は極秘ルートで探したのだが、普通に曲でした。早い。ただ、磁力で強化した打撃じゃない。なんだ、わからん、わからねば。テスト始まった1分後の自分を学級日誌に書きました。なんだ、わからん、わからん。いや、諦め早いわ。テスト勉強ちゃんとしてきた？絶対ほぼしてないよね。学級日誌、とても眠い1日でした。月曜から分散登校ということ。なぜ最初の週から休校？理解に苦しみます。原田マハの落書きがハイクオリティ。内容よりもそっちを見てしまうな。高校の時の学級日誌の感想欄、一人だけガチで書いてた。人生、友人たち、家族はかけがえのないもの。落ち着け。ほう？俺たちを超えるのか。じゃあこの帽子をお前に預ける。俺の大切な帽子だ。いつかきっと返しに来い。立派な海賊になってな。今回のテストを頑張りたいです。海賊王でも目指してた？僕は思う世界が間違っているとすれば、歪めているのはこの世界に存在するものすべてだ。中二病の末期かな。その日人類は思い出した。テストに支配されていた恐怖を、勉強に囚われていた屈辱を。いや、ちゃんと勉強しろや。これ書いてる力を勉強に注ごうな。ちょっといい感じに言い訳してるだけ。中学の連絡帳を見返してたら、美術教科の担任と絵しりとりしてたやつ出てきた。絵しりとり、アニメキャラ縛り、リヴァイ・アッカーマン。もうしりとりする気ないだろ。速攻終わっちゃったよ。リヴァイ・アッカーマンだから、いきなり、んだぞ、イガラム。ああ、先生優しいね。続き見ていきましょう。ムスカ、カク、クド、シンイチ、チムニー、先生、ワンピースの絵、うますぎです。ニコ・ロビン。いや、だから終わらせる気だろ。フルネームで、うわ、アウトないよ。ニコ・ロビンをニコって呼ぶやつおらんから。ワンピースに走りたくなかったけど、これしか、ホビー、スコルピー、アチリス、ピクシー、ミミッキュ。君はポケモン絵師になれ。普通に上手いんだけど自由帳。美術の先生としかこれできないね。リザード、ドンメル、ルージュラ、ラティアス、スボミ。もうポケモンいいから。いや、会話できてるのかわからん。これ何語なのかな？誰か名探偵コナン君お願いします。ガオー！明日はもし、頑張ってください。はい、100点の学級日誌。ねずこちゃん最高！これ何の動画だっけ？僕、最強だから。いや、最強の無駄遣い。特級呪術師舐めてんのか。いいサムネ提供ありがとうございます。取った豚よりも、痩せたソクラテスであれ。終盤記事、最近面白い公式を発見しました。これで浪人の回数計も、一目瞭然。いや、ここ数学教室かよ。他の科目の先生だったら多分わからん。最近、ケンタロウくんの煽りが半端ないです。彼は AO で大学に合格してからというものを、毎日のように僕らを煽り続けています。大学に合格した次の日、まず彼は僕らに、ドラクエ買ったぜ。気持ちいい！
と自慢してきました。ケンタロウマジか、煽り方がなかなか特殊。彼はそれからも勉強を頑張っている僕らを横目に、釣り来てーなどと煽ってきてるとしか思えない発言を繰り返してきました。そして最近になってその煽り発言がエスカレートしてきているように感じるので、そういうのも彼は先輩ずらして上から目線で僕らに人生についてのアドバイスをしてくるようになったのです。急に話壮大になったな。先生気取りなのかな。これにはさすがの僕も腹が立って彼の捕食のクロワッサンを勝手に一つ食べてしまいました。いやお前も何やっとんねん。返し方が露骨に立ち悪いわ。今日の日誌がすごく面白かったです。声を出して笑いました。先生この状況楽しんでやがる。まあ正直言うと旗から見てたら面白いよね。あまりにもツボが入ったので山田先生にも見てもらったら、あいつはこういうところが面白くていいよなって褒めてらっしゃいました。むしろ好感度爆上げ。ピカチュウピカチュウピカピカチュウピカピカピカチュウピカピカチュウピカピカピピカピカ。もう頭おかしくなりそう。誰このピカチュウを描いたやつ。先生サトシか大木戸博士かよ。ピカ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 チュウピカチュウピカ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 チュウピカ。絶対分かってない。適当に返しただけだろ。お次は TikTok に投稿された学級日誌を一部借りさせていただきました。それでは見ていきましょう。最近の悩みは鼻血が出ません。いいことでは。どんな悩みやねん。まあつまりないってことで OK。 エサヒスーパードレー青森ですね。あと絵の区別がね。先生そこじゃないよ。絵を描いてることを叱ってあげて。先生この偽金使えますか。先生に何勧めとんじゃ。さすがに先生はそれ使わないでしょ。偽金ですって言われたら使えないでしょう。犯罪者になってしまいますから。偽金って言わずにくれるのなら使いますよ。だって騙した方の罪になるでしょうから。いや先生何を言うとんの。生徒に罪をなすりつける気満々なんだが。学校行事餃子の仲間か。おお、じゃあラーメン食いに行くか。不良か。そしてケツアゴか。髪はこれ何。スリーブロック。スーブロ禁止だからスリーブロですか。いやスリーブロはいいんかい。何この学校。エアコンつけてください。もう直接言えや。先生にはそんな伝わってない。何があったの。いや日記舐めてんのかい。ここ一言で収める場所じゃねえかな。そんなやついっちゃいな。チャイナとパイ。歌の歌詞ですか。まあそりゃそうなるね。はい以上。なるほど。誰か医療班お願いします。多分熱中症とかで頭やられた可能性があるんで至急呼んできて。コンチクワ、コンチーズ、コンバーグ、コンビーフ。むしろなんでそれ書いた。俺が先生だったら5回は切れてた。お絵かきタイムてってれー。集合体恐怖症になりそう。何かの歌の歌詞かな。ピエン、なんかこれが普通に見えてきた。技術セットを次回絶対持ってくる。もうメモ帳代わりだね。昨日の月はとても綺麗だった。中秋の明月ですね。いいね。最近忙しい。いやお前元彼から来た LINE への返信か。書く内容冷た。10月は慌ただしいですね。大変だ。忙しい。最近忙しい。もう分かったからええわ。ここに書くなて。休む期間も作らんとね。アンパンマン。あ、もうこれ脳みそ溶けたわ。いや漢文でここに書くな。絶対こっちの方が書く方も読む方も時間かかるから。福は内ワーストと。昨日の節分でしたが、上になぜかいる獣の巨人が豆を投げてワーストとって言ってくれるらしいです。鬼を一緒に吹き飛ばしましょう。獣の巨人なんかでできとる。悪いもの追い払う前に風圧で家崩壊するわ。びっくりした。すごいびっくりした。うまい、うまいけど、今日の授業はどんなだったんだ。豆まきした。私は昨日、恵方巻きを買おうと思ったら、どこもかしこも売り切れてたので、節分らしいことはできませんでした。新潟では豆は落花生を殻ごと投げます。先生めっちゃ真面目。中学3年生から、美容学生1年、先生。今も書き続けてますよ。落書きめっちゃうまいやん。この才能も大事にしてほしい。さあこちら超ハイクオリティに描かれた学級日誌なんですが、ちょっとこの返信に秘められたメッセージを最後に見ていきましょう。日誌の行事及び連絡事項の欄に落書きと記し、堂々とリアルなリンゴのスケッチをしました。当時の担任の先生はその見事な落書きに対して、めっちゃうまいやん、この才能も大事にしてほしいなと絶賛するコメントを返しました。リンゴの落書きをするより前に安倍さんが夏休みの課題として描いた猫の絵の作品が
コンクールで入賞していました。猫が水面に映る場面を描いたその絵を見て、担任の先生は阿部さんの絵を褒めてくれていたそうです。でも当時メイクアップアーティストになりたいという夢を先生に伝えていました。先生がこの才能をではなく、この才能も大事にしてほしいと書いたのは、夢は一つじゃなくてもいいというメッセージなのかなと受け取りました。当時この言葉をもらって本当に嬉しかったことを今でも覚えています。その頃はメイクアップをする機会がなかったので、その練習として絵を描き始めていました。なのでもし先生からあの言葉をもらっていなかったら、絵を描くことをやめてメイクアップの道一本で進んでいたかもしれません。阿部さんは現在メイクアップアーティストを目指して美容学校に通いながら色鉛筆学科としても活動しています。今の自分があるのは先生のおかげなので、感謝の気持ちを直接伝えたいです。めっちゃええ話やんけ。自分の夢はいくらあってもいい。周りにバカにされ続けて笑われたり、他にもたくさんの困難があると思いますが、いつか実現させれる日が来るといいですね。中間テスト3日前の午前4時の作品、これ書く前に勉強しろって話だよな。この世からテストを一つ残らず駆逐してやる。いやその通りです。最後まで見てくれてありがとう。少しでもいいなと思ったらチャンネル登録よろしく。それじゃ次の動画でな。またな。